皆さん、こんにちは。ウィズン通信7月号をお届けします。えー、本日もレギュラーメンバーの MC は三宅と。はい,さい、最後本山仁志郎です。沖縄タイムスのテリアです、えー。鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、米兵による性犯罪発生の経緯と、日本政府の許し難い隠蔽行為ということと、 あと阿川橋で発生した死傷事故、この二つを特集してお届けします。まずですね、テルヤさん、はい、と6月25日に、えー、米米兵によるその慰接待的誘拐というのと、あと不道義性功の罪でまあ起訴されていたとことが明らかになったわけですけれども、この一連の経過について教えてもらえますでしょうか。あ,はい、あの事件が起こったのが。 去年の12月24日クリスマスイブなんですけれども16歳未満の少女にアメリカ兵が近づい公園にいた少女に近づいてきて声をかけて嘘をついてですね車に乗せて自宅に連れ去って性的暴行を働い,た働いたという事件が起こりました。で当日、あの少女がが帰宅後、母親に泣きながら、 訴えたことで事件が発覚して、百刀、うん、番であの警察に通報が行ってます。ところが、あの公にされ分かったのが、この六月末だったということなんですけれども、その流れで,ですね。まあ、一応、警察はその間、事件を捜査してまして、三月十一日付で那八県に書類送検してます。三月二十七日に起訴がされ,されたんですけれども、この間ですね、沖縄県に連絡がなかった、はい。 中でずっと隠蔽されたまま時が経ってきて6月25日ですねあの裁判所に記者がいるんですけれどもあの後半期日が決まるとですねどういった裁判があるのかというのを記者が 一一個個チェックすするんですねそれであのニュース性がないかとか言っているんですけどもその中の一つにこの事件があったのを見つけてあの一気に報道されたっていう流れになってます、うん、なので政府からも防衛省からも沖縄防衛局からも警察からもこの事件についての公表が今までずっとなかったという状況ですね、まあ、隠されてきた事件だったということで、うんえー、3か月間隠されてきたというのが問題になってる事件になります。うん、発覚自体も 国がきちんと発表したのではなくて、うん、見つかって分かったっていうことだったんで、司法記者が見つけて、発覚したということになります。で、あの特にも問題なのが、その起訴前に岸田首相は、この事件について把握してたということが、はいうん、後々の取材で分かってくるわけですね。はい、で、起訴が3月27日付なんで、その前にはもう把握してた。 ということは、あの、4月にですね、国賓待遇でアメリカに訪れて、ニコニコ、ジョークも交えながらスピーチしてましたけれども、その間もしてたわけですね。うん、で、その間に、5月にはエマニュエル大使は、八ぇ、ヤ訪問してます。まあ、アメリカ側もしてたそうなんで。で、そして6月には沖縄県議選があって、そ,のそして、慰霊の日の戦没者追悼式にも首相が出席して、挨拶までしてます。うん、その間、 ずっっと黙ったまま沖縄の玉城霊に知事にも会ってるんですけれども黙ったまま発覚するまで何の対応もしてこなかったということになりますね。うん、甲さんなんかこれ聞くとど本当どの面下げてきたんだろうかっていう感じがしますよね。うんうん、あの結構ねあの最近 SNS なんかで見てるとつまりマスメディアはもうみんな腐ってるからもういらないみたいなね 情報はとにかく、えー、SNS 上で一回いっぱい取れるから新聞もテレビももういらないんだっていうような言い方がいっぱいされてるわけですよ。でほらよく言われるマスゴミっていいう言い方もあるでしょ。だけど今回のこの事件なんかは、うん、新聞とそれからそれをかけて報道したテレビ、うん、沖縄のね、うん、その沖縄のマスメディアが動かなければ今回のこの事件は闇の中に消え去って っていたかもしれないわけですよ、うん、だから僕はやっぱりマスメディアの何て言うのかなえ責任とそれからやっぱり努力っていうものは非常に大切なもんで、うん、だからやっぱりあのそういうマスメディアなんかいらないっていう連中に対してはじゃあ今回のこの問題はあの闇にえ褒められてもよかったのかというふうに問い返したいぐらいなんですよね。 だから本当にタイムズさんなんかが一生懸命これを発掘してくれたっていうことはね本当にあの大変な僕はあ,のあれだったとスクープだったと思いますよね、うん、そうですねその後も本当にたくさん、うんうん、実はこんな事件があったとかもうは全部で出てきてますからね芋づる式に。であのえっと、2023年以降は、うん 公表されている事件っていうのは県警が公表しているその米兵による性犯罪というのはゼロだったんですよね。うん、それが一気にこ,こんなにたくさん出てきていてどれぐらいの事件が闇に葬られていたのかっていうとすごい恐ろしくなりますよね。うん、そうですね。うん、あの性犯罪なので、はい、プライバシーに配慮しているっていうのが政府とか。 警察の言い分なんですけれどもやっぱりその後出て発覚した事件とかありますんでやっぱり抑止にもなるはずなんでそういうのはやっぱ報道、ねうん、もされなきゃいけない公表もされなきゃいけないと思いますし、うん、あのその後やっぱフラワーデモだったり、はい、あ抗議集会だったりって沖縄県民みんな怒ってますんでやっぱそういうことについてもあのきちんと県には伝えるべきだったと思いますね。うんま、それとねあの米軍関係者ののう、はい性犯罪っていうのは あの沖縄だけじゃなくて例えば今回あの、うん、公表っていうかあこれもやっぱりスクープだと僕は思いますけど青森県と神奈川県と山口県、はい、つまり米軍基地があるところですよねこれ三つともねそこで、えー、5件起きていたと2021年以降ですけどでこれが一切そのやっぱり同じように隠蔽されていたっていうふうに、うん、あのこれ朝日新聞ですけど新聞がそういうふうに。 講じてますよねだからこういうそのこれは分かっただけでこれだけだからさっきねあの三宅さんがおっしゃったように分かんないつまり隠されたまんまでのこういう事件っていうのはどれぐらいあるかちょっと見当もつかないっていう感じなんだよね。だから特に沖縄でっていうことももちろんありますけど今言ったように他のその米軍基地があるところでもたくさん起こってるっていうことがある。 そ,れそういうことがあるとすればですよやっぱりあのみんな沖縄に押し付けて我々は知らないよって本土の人が言うんじゃなくてやっぱりこれ全日本の全ての,その基地の問題であるということをきっちり認識しなないいいいとと本当にいけないと思いますね、うん、あの公表に関して言うと、まあ、正直私は刑事事件とかもやっているのであの、まあ、無罪推定の原則もある中で。 あのまあ、逮捕とか拘留とかされましたって犯人はこの人ですとかっていう報道されることにはすすごいあの、まあ、危険なことだとだ思うんですよ<や>もちろん裁判員裁判とかやるとあの一般の人たちが裁判員になって本当に事件があったのかなかったのかを考えるときにあんだけ報道があったらやっぱりこの人は犯人なんじゃないかとかやってるんじゃないかってどうしても思ってしまう先入観予断を与えてしまうのであの、まあ、そこについてすごく。 問題があると思ってはいる立場なんですけれども他方で県に対する報告っていうのは今後の措置を講ずるとかあの対策をしてもらうとかそういうのをする中でも絶対必要不可欠なことだとだ思うんですよねそれが今回なかったっていうのはもう極めてあのもう沖縄のことをどこまで軽視しているのかというふうに思ってし仕方がないんです。本山君この報道を見てどう思いいました、うん、いやなんか まあこれまでも本当に米兵によるそういった性犯罪不同意性交っていうのがいっぱいある中でまあこれまでだとやっぱそのもう、まあ、またかっていう本当につらいあのこともありますけどいや何してんだ米,米軍米兵っていうところのこの抗議の、まあ、矛先というかを向けてやってきたと思うんですけど今回はこの矛 抗議する相手が米軍この米兵だけじゃなくて外務省だったりあるいは内閣府だったりだとかあるいはまあ沖縄県警もちょっとどうだったんだろうっていうところだとかあちょっとその矛先があまりにも多すぎてちょっともう頭が痛いというか一うう市民として県民としてどうしたらいいのかっていう本当に途方に暮れちゃうような。 出来事で、なんかずっとこの講じられた以降なんかもうなんか体が重いっていうかなんかああっていうなんかすごく沈んでるずっと沈んでる感じですね。本当に国を挙げてあの隠したっていう感じ、うん、本当にそうですよね関係各機関全部に口を閉ざ,さ閉ざさせてたってわけですから、うん、今回の件の,あの問題ってたくさんあると思うんですけれどもテレ屋さんど,どのように整理されてらっしゃいますか まずです、ね、あの沖縄の人がなぜこれで起こるかっていうと沖縄の女性っていうのはそうやって米兵からずっと狙われてきて被害に遭ってきてっていうのがあってある統計によるとその戦中から2021年までですね分かった範囲の性被害っていうのは950件あるとかですね、うん、そういう統計があったりとかでこれって、ね、氷,氷山の一角でしかないとかっても言われてますし。うん だからこそ沖縄の人怒るし、うん、で1995年は米兵3人による少女暴行事件があって県民大会で8万5千人が集まりました、うん、でそれをきっかけに97年にあの普天間飛行場の移設というのが出てくるんですけれども、はい、で2016年にはまた散歩中の女性が米軍族に。 強姦されて殺人されるという事件が起こって、これでも県民大会で7万5千人が集まって抗議したっていうのがあります。やっぱそれだけやっぱ怒りが大きくなる。で、そういうことに関して逆に今度政府側は、えー、慎重になって、そうやって情報を隠してきてるんじゃないかなっていう勘ぐってしまう感じになってきますね。 もう一方あるのがアメリカ側の態度ですね、まあ、昔から変わらないんですけれども今回も報道を受けてもともとしてとは言ったんですけれども報道を受けて沖縄県庁に副知事に説明に行ってますが謝罪がないとでその後あのリバティ制度という兵士たちの公務時間外の行動を規制する制度を実施しますと言ってるんですけどそれが具体的に何かの説明もないんですね。うん、なのであの後期粛清を図っっててますって言って 言い方をしてるんですけれどもこれそのよ「リバティ制度をやります」って発表した翌日の,あの沖縄市嘉手納基地前のゲート通りですねこれは,はリバティ制度の効果がこれなのかなっていうやつなんですけど結局何も変わってないじゃないかっていうところですねアメリカ側の態度もやっぱ、まあ、日本政府がそういうことやってるんでなめられてるのかなっていうのもありますしその態度がお,おかしいなと思ってます。 で最後があれ4点目ですけれどもあのあれです、ね、容疑者が否認しているんですけれども保釈されて嘉手納基地内で米軍の管理下にあるというところですねこれも三宅さんの方が詳しいと思うのであれですけれどもとい本当どこから手をつければいいのかわからないというぐらいの大変な状況だなと。 思います。あの、今の保釈の関係で言いますと、これと三月二十七日に競って。うん、えっと、1> 第一回後半期日が七月十二日。なので、第一回後半期日より前に保釈されていて。うん、しかも、事案的には、まあ、その誘拐と不動意性交で、うん、かつ、その。誘拐が起きた場所っていうのが、まあ、おそらく、その少女の生活圏内のところなんですよね。そこら辺からすると、やっぱり、その、まあ、検察庁なり。 裁判所が保釈の許可をするかかどうか保釈に対してどういう意見を検察庁が述べるかとか裁判所が最終的に保釈を許可する決定を出すかどうかというところはあのこう、まあ、逃亡の恐れがあるかということと在所隠滅の恐れがあるかという大きくこの2つの要件があってでこの特に在所隠滅の恐れれというのはもうほぼ100%ぐらいの勢いで普通の事件だったらあるねってな,るなってるんです。 でそのちょっとさっきのお話で繰り返しになりますけれども、まあ、少女の生活圏内ぐらいのところであの連れてっちゃってるってことはやっぱりその少女に対して何らか働きかけをする可能性があるねっていうのは普通の事件だったらもうほぼほぼ思われるし検察官も絶対に反対を出すと思うんです,ですしその、まあ、米軍の事件なので、まあ、そもそも引き渡しの問題もあり。 で自由に基地の中から自国に帰ることはもちろん可能なわけですよ。でそういう中で逃亡の恐れがないっていうふうにならないと思うんです普通に考えれば。そうするとあのこういった事件が、まあ、例えば日本人とか他の外国人の方ので起きた場合には第1回後半期日前でそのまあ 保釈っていうのは、まあ、認め事件だとしても、まあ、なかなか難しい、まあ、ほぼほぼ難しいと思うんですねなので私はこの保釈されてますっていう情報報道を見た時にあ多分、まあ、少なくとも認めの事件なんだなって思ったんです。ですけど期日の時にあの無,無実ですっていうふうに話したっていうのを見て。うん こうも本当にもう恐ろしいことになってるなって思いましてであの、まあ、私の立場としてはもう絶対に人質死を許せないと思っているのでこれができるんだったら他の事件でも保釈 ししろよって本当に思いましたでこれができ保釈できないからどん,どんなたくさんの人たちが冤罪であの自分が言いたいことを言えずに自白をしてしまっているのかってことを考えると米軍に対して米兵に対してこれができるんだったらどうして全権で保釈しないんだろうかっていうのをすごく本当にあの疑問に思って、うん、警察官が出した旧意見っていうのがある,あるはずなのでそれほど見たいなと思いましたね。 だからもう本当ダブルスタンダードですよねと、うん、いうのはすごく思いましたこれ普通の日本人の犯罪だったらまだ100%捕釈されないでしょされない絶対されない、うん、もうどんだけ頑張っても難しいと思います。と、うん、いうことはやっぱりその米兵っていうかアメリカ人に対してはえ特段の配慮をしているとしていると思います。うんうん、でこの件はあののは起訴されたのが、えー、と県議会 在宅起訴なのでこれあの検察官在宅起訴の場合は身柄を取られている事件と違ってあの一応タイミングは検察庁の方っていうか検察官の方で一応調整できるんですけれどもいつ起訴するかどうかっていうのは検察官が権限を持っていることなので、まあ、起訴するか起訴しないかいつ起訴するかっていうのは検察官の権限だからこのタイミングであの起訴したっていうのはやはりなかなかの恣の意的なあの判断が。 あのなされてるんじゃないかなと思いますね普通に考えればほとんどんそれ100%当たってるんじゃないですか <laughs> そうだと本当に思いますうん、うん、非常にこの問題がお多いし問題が大きいしもうその根深いなと思いましたねであのタイムスのさんの方で警察沖縄県警の OB の方たちに話を取材したっていうのも報道でありましたよね、まあはい これ、引き渡しを求めるかどうかっていうところについて、どういう状況になってるんですかあの、先ほどテリアさんの話にもありましたけれども、あの、刑5年の少女暴行事件を受けて、まあ、その、日本側が重大な関心を有するような事件については、起訴前の公禁移転に、まあ、米側が、あの、好意的配慮を払いますよっていうことで合意がされたと、うん、いうことで、その後、 2003年の暴行致傷事件を最後に身柄引き渡しが実ったケースはないというふうにありますよねこのところにあたりに関して県警の OB の方たちにどんんな話をしているんですかまあもう求めても上というの警察庁ですかが、ね、認、うん、めてくれないんであ諦め感が漂っ,ってたと無駄になっちゃうんでやらない方がいいというのがちょっと蔓延して。 してたところがあったっていう話をしてますね。うんうん、2003年以降一度も実現していない実現していないってことなんですね。うん、結局やっぱアメリカを向いた、はいうん、政策しかやってこないというか、あのダブルスタンダードでしか国は動かないんで、うん、ちょっと大きな県警側も、うん、本当はねこの記事よく読むとやっぱ怒ってる計算いっぱいいるんですよね。あの 何人かはやっぱ検察の方とかもあったりするとやっぱアメリカ軍に対する犯罪っていうのはやっぱ目に余るものがあるんで自分たちの手で捕まえてあの起訴したいっていうのもあるんですけれどもそれをはばかる国がいるっていうのがいてそ,そこにたるなんか忸怩たる思いがあるっていう警察官の方も結構いらっしゃいますね。ここれは今今後このいいろろな協議が なななさされれれているるるとと思うううんんでですすけどども今後どういうふうな展開になることが予想政治がどう動くかはちょっとまだ僕は分かってないんですけれどもやっぱこれまでのように、はい、県民大会が模索されていくのかやっぱあ,のあまりにも痛ましい事件ですので、うん、そこに県民がやっぱ怒ってますんでそこでどうなるかっていうのと,、えー、と裁判ですね被告否認してますので。 それがどうや変化されていくか、今、ね、次の後半では被害の少女と,、えー、とお母さんが出て、うん、事実を明けるということになってますので、そういったところも注目していきたいと思っています。でもこれ誘拐っていうのもついてるわけでしょ？はい、誘拐してまあはっきり言えば強姦してしまったわけでしょ？うん、それがなんか捕獲されて。 どうしてもやっぱり納得意外ですけどね,どねあの強制あ不同意性交の方は、うん、あの同意主張なんですよだから同意したと私が間違って誤解しましたとかじゃなくて女の子の方が同意したっていう主張だからあの女の子に対して働きかけをする供述を変えろとか同意したってことにしろっていう動機っていうのはすごく、まあ、普通は高いと考えられる的に考えられる事案なんですその否認の理由として。 だから、そんな中で、保釈っていうのは、まあ、普通は通らないと思います。なんか、十六歳未満だと、その、同意したかどうかも。必要ないみたいな、ありましたかね。はい、えっとですね、あの、刑法の百七十六条の三項というのがあって。そこでは、その、十六歳未満の子供に対して、性交等猥褻な行為をすると。まあ、不動意性交罪、不動意猥褻罪として処罰されるというふうな規定になっています。 今回の場合はその女の子の方が同意したとから不同意性交はあの成立しないんだっていうその否認の内容だからあの普通の事件だったらほぼほぼ無理ですよそしかも今回あれでしょ16歳以下だとは知らなかったって言ってるわけですねあだからもう二重三重にあの言ってることがデタラメなんだっていうふうに、ん、思いますけどね、うん。 その事実関係についてはこれからの裁判の中でってことにはなると思うので、まあ、その本当にそうだったのかどうかっていうところは、まあ、その裁判所が判断すべき事項だと私は思うんですけれどもとはいえその普通の運用ともう全然違うっていうのがそれができるんだったら全件保釈してくれと私はもう絶対この件は今後の保釈請求するときにもう全部書こうと思ってます。本当こ,のこの件ではもう もう間違いなく脱出 <laughs> されないのがされてるわけですからできるんだったらやってくれと思いますね本、本当に課題の多いまあもう問題が根深いその米兵による性犯罪とその日本政府も国を挙げての隠蔽というのが明らかになりました。また次も,もう本当に重い話題なんですけれども、阿波桟橋で起きてしまったまあ痛ましい事故について。 沖縄平和市民連絡会のメンバーである北上田剛さんにお話を伺いします北上田さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますと北上田さんはですね、京都大学で土木工学を学んだ後自治体で土木技術者として勤務されていらっしゃいました現在は辺野古の新基地建設を阻止すべく現場で反対運動を行うとともに日本各地やブログでまあ沖縄で今何が起きているかということについて訴えていらっしゃいます それでは北上田さんどうぞよろししくお願いします、はい、まずはですねあの6月28日、何が起きたのかということについて教えていただけますか。えっと、あの今、辺野古の工事が大執行以降、強行されているわけですけれどもあの、防衛局は埋め立て用の土砂をあのちょうど名護の西海岸、元部塩川港というところあ、この地図ですね、この左の方が元部塩川港。 そして右の方が阿波桟橋という、あの、まあ、両方の港から出しているわけです。で、6月の28日に、その阿波桟橋に、あの、まあ、ここに、これ、グーグルの地図ですけども、とんでもない山が削られてますけども、これ、琉球セメントの阿波鉱山という鉱山で、あの山が本当にもう見るもんがに削られてるんですけども、ここからダンプトラックで阿波桟橋、それから、 川口と往復をしてそれぞれの港桟橋から大浦湾に土砂が運ばれているわけです。で6月28日に阿波桟橋から出てきたダンプトラックによって警備員さんが死亡そして攻撃をしていた市民が重傷という大変痛ましい事故が起こってしまいました。うん、この,あの場所ではですね そうですね、これ、あの左側、塩川港、右側、桟橋で、ちょうどその港,へに港に入る出口、入り口のところで、まあ、少しでも土砂の搬送を遅らせたい、工事を少しでも遅らせたいということで、えっと、ダンプトラックの前をゆっくりと歩く、牛歩行動というのが、えっと、もう5年半ほど続いてきているわけです。 牛歩なんですけれども、今回の事故が起こる前までは、なんかどういうタイミングでど,どんなふうに行われていたのかということも、ちょっと詳しく教えてもらえますか。これが今回事故が起こった、まあ、1年前の写真ですけれども、えっと、阿波桟橋の出口から国道にダンプトラックが出てくるときの状況ですね。ここれ今2人が歩いてますけどども、はいあの、ちょうど出口のとと、ろでゆっくりと 右、左に往復をする。で、まあ、5年半もこういった運動が続いているので、業者、それから警備会社、まあ、警察も含めて、抗議者の方との間では、一定の、その、ダンプの出し方について、一定のルールのようなものが、あの、5年半の中で出てきたわけです。できているわけです。で、それは、あの、ダンプ1台ごとに、1回、片道を歩くと。で、歩き終わったらダンプが出てくる。 で、それが終わると、また容疑者が手を挙げて、ダンプに合図をして、ゆっくり歩く、そういったこう一定のルールのようなものができていました。うん、それがあの、今回の事故が起きた時には、どうなってたんですか。これあの、下の方が、青桟橋の敷地で、ダンプが2列に出ようとしているとこですね。であのこ、ここがちょうど車両の乗り入れルになっているわけで、その、 出口の前を右左に往復をして、ゆっくり歩いてダンプの出ていくのを遅らそうという行動が続いているわけです。で、この日は、あの、まあ、3人の抗議メンバーが、いずれも女性の方ですけども、あの、行動に参加されていて、で、そのうちの1人が、まあ、これ、ダンプがさっきも言ったように、一定のルールというものがあって、右が出たら、次抗議者が歩いた後、次は左が出る。 で、その後また抗議者が歩いて、次右のダンプが出るとか、来る、まあ、ルールのようなものがあったんですけども、この時は、この元部側のダンプというのが 2, 2回続けて出てきたということで、だから抗議者の方も予想外の出方をしたので、ルールに反するということで、この左に赤い丸が、これが抗議者ですけども、ダンプの運転手さんにルールを守ってくれという形で抗議をしたわけですね。こういう、その2台、あの、左右に今、画面上表示されて、 ますよね、このそういう今あのお話ししていただいたのはこういうふうに2台があの交互にあの出ていく状況だったってことですかそうそうですはい、うん、でこれちょうどねちょっとあの写真がボケで申し訳ないんですけどもあの Google マップの最近の地図写真ですけども右左の車が交互に出るで元々の方に鉱山がありますからここで殺出をして国道にま出るわけですけどもでその出る手前の乗り入れのところで のペケ印のところで、あの警備員さんと、抗議者一人が巻き込まれた。そういう事故ですね。うん、ここにもですね、その事故現場は歩道の車両を乗り入れ車道ではないって書かれてるんですけれども。この事故があった現場、場所っていうのは、どういう道路なんですか。あの国道四百四十九号というんですけれども。両側に広い歩道先日も、三宅先生も含めて。 あの、現場で調査をしたんですけども、8.6メートルぐらいの幅の歩道があって、で、青和橋の出口のところに、ちょうど、あの、車両乗り入れ部ができているわけですね。で、車両乗り入れ部というのは、いわゆるその、道路に面した敷地の方が、自分の人の敷地に車を乗り入れするために、道路管理者の,あの許可を、申請を出して、そしてその許可を得て、 乗りリブ作るんですけども、あくまで車両の、えー、と歩道の一部をそういう形で乗りリブにするわけですから、あの、当然、そこを横断する歩行者がいるときは、あの、歩行者が優先になる。車が優先になることは、それはあり得ないわけですね。だから、今回の、あの、まあ、いろんなあの問題があったんですけども、基本的には、歩道を横切っている市民の方がいたので、ダンプがそこに それは通り過ぎるまで待つ必要があったという、まあそれはいると思うんです。うん、ここはあのまあ SNS とかいろんなもので車道に飛び出たみたいなそういうふうなそのまあ間違った情報が流れてますけれども、今のお話もいるとその車道に飛び出したってことは全くないってことですよね。あの小さくて申し訳ないんですけども、事故が6月28日なんですけれども、次の日の新聞等々から 捜査機関の情報ということで、あの、動き出したダンプの前に女性が飛び出したとか、それから、あの、女性が飛び出したので、それを引き止めようとして警備員さんが巻き込まれたという。そういうことが、捜査機関の話からの話ということでね、新聞報道されて、で、あたかもその事故の原因が、突然、車道部分に飛び出した女性に責任があって、 そのために警備員さんが犠牲になったというようなネットの世界ではそういうのが溢れてるわけですね。で、週刊新潮さんとか、それから産経新聞等々でもそういったこれがそうですね。で、あの、まあ、ここではだからこの事故をきっかけに、ひあの、被害者を悼む言葉ではなくてね、こういった牛法による妨害を今まで取り締まれてこなかった、あの、玉木デニー、 県政が悪いんだと。で、先日、6月の県議会が先週から始まってるんですけども、与党議員、あ野党議員の質問の多くは、この、青山橋での首相事項を取り上げて、そのことについて、玉城デニー知事の責任を問う。そういった、今、あの、声が大きく流されて、非常に今、 厳しいい状況には入っていると思います、うん、この事故の,その現場の、まあ、本当はどういう事故だったのかっていうところについて北枝さんは現場検証も、まあ、されてらっしゃいますよね。はい、でその結果を踏まえてですねもうちょっと改めてこの事故というのが、まあ、どういう状況で起きたものなのかっていうところについて改めてちょっとあの説明していただきたいなと思っています。はい、市民 A さんという方が小さくて見えないか、あの、申し訳ないんですけども。で、もう一人の市民の方がここにおられて、このダンプが二台続けて出てきた暗黙のそのルールのようなものに違反した状態だったので抗議をしたわけですね。で、それはすぐに警備員の U さん、今回亡くなられた方ですけども、その方が生止をして、で、それをしてる間に A さん、市民 A さんが、あの、この車両のリーデオに二三歩入って、 あのダンこのダンプトラックにやはり抗議をした。で、市民 B さんのところにいた警備員さん U さんが慌てて駆けつけて静止に入ったと。ところが、ダンプトラックが急発進をして、あの、その二人を巻き込んで、あの、今回のような事故になったわけです。で、ダンプの運転手さんは、まあ、これ、あの、ここに警備員さん、この乗り入れの中央部と、 名古側にも、あの、配置をされていて、で、特にこの中央の警備員さんが、あの、発信の合図をしたからということで、このダンプトラックの運転手は、発信をして、左回りをしたわけですけども、私たちが考えているのは、今、業者の方では、ちょうど四角に入った、運転手の四角に入ったというような言い方がされてるんですけども、まあ、こういった、 この出口のところでは日常的に市民による攻報行動、攻撃行,行,行動が続いているわけですし、この日もこ,この辺りで、あの、市民2人、それから警備員さんが、まあ、いろいろ、あの、抗議に出たり、それを制止した動きがあったわけですから、運転手さんがその左側のそういった動きに気がついてないはずはないわけですね。それから、ダンプトラックには左のサイドミラーであるとか、助手席の下の方には、マックン防止のための小窓を、 それからアンダーミラーということで、あの、そういった、あの、ものをきちんと確認をすれば、資格というものはなかったはずですから、この二人を巻き込むことはなかったというふうに思っています。それともう一つは、このダンプは私たちがいろいろ聞き取り調査した段階、現在時点で確認できたのは、このノリイレーブの中間分あたりで一旦止まってたんですけども、ここから出るときに、 国道に出るときに普通は当然ここで一旦停止をして、名護の方から車が来ていないか、直進してくる車両がないかを確認してから徐行しながら出て,出ていくのが当然なん,でなんですけども、一旦停止はしていなかったという目撃証人が確認されています。で、あの、この辺りで、まあ、車両に引かれたわけですけども、この二人が倒れていたのは、7メートルから8メートル国道を先の方に行ったところで、 だから、あの、かなりの勢いでダンプが左回りをしてね、急発進をして、じゃないと、これだけ2人が引きずられることはない。普通、運転をしていて、少しでも異常があったら、そこで気がついて、急停止するはずですから、それもできずに、あのせずに、7メートル、8メートルも2人を引きずったまま、あの、ダンプが進んでしまったということで、まあ、その辺についても、私たちは非常に疑問に思っているところです。この、えっと、負傷された A さん、 ここのの前にに立っていいる U さんがこの場所にいたと最初はだからダンプはその止まっている時に A さんは歩道,に歩,歩道の乗り入れ部分に歩いていってるわけですよね。まあ私たちはねこのし一番近くで事故を目撃した市民 B さんという方それから負傷した A さんという方も幸い、まあ、一時はその事故の夜当時は非常にあの。 それこそ厳しい状態で、だったんですけども、あの、10時間の手術を経て、一応今、あ回復しつつあるので、あの、家族の方が、その時の状況をテープで録音したりして、聞,き聞いたりしてくれてるんです。だから、この二人の話は、あの、大体、あの、私たちが聞くことができたんですけども、それによると、やっぱりダンプは、ここで行ったこの歩道部分の真ん中あたりで止まっていて、 それに対して抗議をしたと。で、抗議をしてまい行ってる時に、ダンプが気を発信して出てきて巻き込まれたという。そういうことで。まあ、あの、正確な位置関係は、もちろん監視カメラ等々の映像確認しないとわかりませんけども、言われてるように、動いてるダンプの前に飛び出したというようなことを言われてるわけですけども、さっきも言ったように、かなりの勢いでこのダンプ動いてるわけですから、もうそれこそ、そんな形で飛び出すことは、 自殺をするようなものでなありえないわけですから、やはり A さんたちが抗議にダンプに近づいたときは、その時はこのダンプは止まっていた状態ではないかというふうに私たちは考えています。この今のえっと市民 B さん、の話とかっていうのは、はい、本当にもうまさに目の前で事故を見ている重要な目撃証人の方だと思うんですけれども、はい、現在警察の動き というかその市民 B さんに対して警察はきちんと聞き取りをしたりしてるんですかあの警察の動きというのが、まあ、非常に疑問な点が多いんですけども事故を一番間近で目撃した市民 B さんは6月28日の事故当日当然あの警察が来てそこでいろあの現場での話は当然警察が B さんからも聞いてるんですけどもそれ以降全く警察が7月の7日ですか 現場検証したんですけども、その時も呼ばれていない。で、連絡もない。で、市民 A さんに対しても、警察の方から、あの、まあ、体調が回復しすれば、話を聞かせてくれというような出しもない。で、そういったことで、警察が捜査機関の発表として、流し、新聞にチラチラ流してる話は、運転手とか業者とか、警備員とかね、 そういった、いわゆる加害者の側の情報だけが流れていて、被害者について聞き取り調査を十分していないというふうに私たちが疑問に思っています。で、もう一つは、ちょうどこの日、裏添えの方でも交通事故があって、29日の新聞に載っていたんですけども、道路上で車両が歩行者を引いてしまって、で、大怪我をして入院して、入院中に死んでしまったんですけども、 その時は報道によれば、運転手さんをね、業務上過失致死で、現行犯逮捕してるんですね。ところが今回、一人が死亡、一人がもうそれこそ危篤というような状態になっている、大変な事故にもかかわらず、運転手さんを身柄拘束をすることもないし、で、その事故を起こしたダンプトラックを、例えば名古屋市に持っていて、運んで、きちんとその検証する、そういった作業もされていない。 でそういうことにもかかわらず、さっきも言ったように、あの新聞報道等々で、捜査機関からの話によるとということで、ちらちら一方的な話が流されている、その辺の警察の動きについては、私たちは非常にあの不疑問に思っているところです今、あのダンプトラックの話ありましたけど、今トラックは名護市内のこの業者の駐車場に置かれています。 がもうあのきちんと、まあ、その証拠を保全したのかどうかわからない状況でもうすでに返されてしまっているということですよね。だからあの警察の方があが名護署に運んできて警察の方で十分検証したかというふうには見えないですね、うん、この,あの事故を受けて知事は防衛局に対してどのような指示をしているんですか知事は6月28日 事故原因が究明され安全対策が取られるまでの間は土砂搬送作業を中止するよう求めるという指示をしました。で、まあ、それを受けて7月1日に林官房長官も、元部塩川波山橋の土砂搬送作業を中止するとあ、中断する。で、防衛省において警備のあり方を含め状況の把握、再発の防止に努めていく。まあそういった記者会見を官房長官はしています。7月1日はその日ですね、 野党の国会ヒアリングの中でも、防衛省の方は、同じことが二度と起こらないよう状況をしっかり把握し、警備のあり方を含め、再発防止策を考える中で判断したいという、そういうふうなことを言っています。で、6月28日以降、もうすでに2週間ぐらいですかね、経ちましたけども、あも,もっとですか、3週間になりますね、経ちましたけども、まだ再開されていません。で、昨日も、 大会議として記者会見で声明を発表したんですがあくまでも事故の原因究明安全対策を終えるまでは土砂の搬送作業を再開してはならないというのを私たちは今強く訴えているところですこれはそれでもこの、まあ、土砂の搬送というのは再開しそうなんですかそのあたりについて教えてもらえますか、うん、あのここでもも書いてますけども あの、林官房長官、それから防衛省が言ってるのは、警備のあり方を再検討するということが、最初に出てくるわけですよね。対策について。原因の究明とか状況の把握の前に、警備のあり方という言葉が先に出てきてで、おそらく、あの、ま、今の予想では、今月中にでも再開されるんじゃないかという、 ういうふうな話もあるんですけども、それこそ、あの、警備をガシガシに強化をして、阿波山橋に、いわゆる抗議をする市民たちが近づけない、潮化の港についても、港には一切近づけない、そういう状態であの、工事を再開するんじゃないかというふうに今、心配をしているところです。そうすると、今後のこの攻撃行動というのが、ここにも書いてありますけど、 難しくなってしまうのではないかということも可能性としてあるんですよね。そうですね。あの、だからそういう意味で私たちは、今回の事故がね、まあ、大変痛ましい事故だったんですけども、今後の辺野更新基地建設反対運動の、やっぱり、あの、大きな転換点となるというか、あの、向こうの側のやり方によっては、一切抗議する住民たちのこういう行動が、あの、 できないような体制が作られる。まあそういったことを心配しています。で、県議会、始ま先週から始まった県議会でも、本当にもう、員さんたちが、あの、強い言葉でね、あの、事故の原因について、それから県の責任等々いるということで、なぜ牛法行動を許してきたのかというようなことが、今も、あの、続いていますし、先ほど言いましたけども、週刊新調とか、 産経新聞等等でも、あたかも反対派の抗議行動によって警備員さんがなくなったというような今キャンペーンが始まっているので、まあこれから非常に厳しい状況が出てくることが予想されます。本当にこの事故をきっとして、あのもう反対運動を潰すぞというような流れにも持って行かれそうなま状況があるわけですけれども、これに対して、はい、あの北上さんたちはどのようにその まあ立ち向かっっていいいくつもりでいらっしゃいますかあの昨日先ほど言いましたように、オール沖縄会議として記者会見をして、私も横にいたんですけども、まあ、結論としてはこの3つで、で今回の事故の原因は被害、被害者、負傷した市民、抗議行動していた住民たちにあるんではなくてね、あくまで辺野古新規地建設事業の工事を急がせるために、業者に無理をしいた防衛局。 の責任だという。それが第一点です。で、もう一つは、知事が、要するに原因が究明され、安全対策されるまでは中止を求めているわけですから、で、知事、国道449号ですけども、これは国道ですけども、沖縄県が道路管理者の国道なんです。だから、知事は道路管理者としての立場から、歩道の通行の安全対策等々についても責任を持っているわけですし、 防衛局は一方的に搬出作業の再開をね、いろんなことが分かったから、突然再開するというようなことを一方的に決めるんではなくて、当然知事に説明することが必要だということを訴えています。最後には、あくまで私たちのこういう運動というのは、あくまで憲法21条に基づいた基本的人権としての市民の表現の自由、ですし、で、歩道を歩くことについては、そういったその法的な これからも県民の民意と憲法に従って、まあ、もちろん安全に配慮しながらですけども現場でのこういう行動をあの継続するということをオール沖縄会議としても声明を発表しますだから私たちとしてもあの今回の事故にで、まあ、いろんな攻撃が強化されるかもしれませんけどもそれに屈することなくあ,のあくまでも辺野古新基地建設を止めるために。 あのこれちょっとテリアさんになんですけれども先ほどお話にあった、まあそのまあ、最初の報道のあたりであのこの事故がどういうものだったかっていうところについてはやっぱり現状その、まあ、実際目撃されてる市民 B さんから話を聞くと最初の報道とまあその 事実関係について食い違いがあるのではないかって話が出てたりする中で、やっぱりこういった報道の難しさというのはすごくあのあるんじゃないかなと思ったは、まあ、いるんですが、今の話を聞いてどうですか。そうですね。やっぱり事件事故の報道っていうのがやっぱ警察側からの取材っていうのがまず始まりになりますんで、そういった課題っていうのはあると思います。ただあの今回は北上田さんたち市民の皆さん側も現場で検証されてたりとか。 三宅さんもやってましたけど弁護士交えて現場で検証してたりとかしてたんでそれもあえて報道することでこのある意味バランスの取れた報道を心がけているようにはしていいますす、ね、さんかかがですか、はい、あのやっぱりこれからの、ね、運動がどういう形でその、えー、続けられるのかね、うん、つまりあの僕なんかもネットはそれなりに見てるんですがかなりやっぱりその、まあ、デマ半分デマみたいな。 あの運動家たちが、えー、無理やりこういうことをやるからあの事故が起こったんだっていうふうなあの論調がの方が圧倒的に多いんですよね、うん、SNS 上では。だからそれに対して今あの上山さんがおっしゃったようにそれは本当は違うんだよっていうことをねどれだけこちら側が発信できるかと。 やっぱりあの、テルヤさんたちの、あの、メディアも含めてですけど、うん、正確な情報をちゃんと発信できるかどうかっていうのに、やっぱりこれはかかってんじゃないかなっていうふうには僕は思いますけどね。うん、本小手山さん、どうですか、はい、質問も含めてそあ,あそうですね。はい、あの、ま,あ、まずは、猫亡くなってしまった警備員の方に、本当に、はい、遺族の方にも、お見,見合い申し上げたいなと思うんですけれども、 こので牛舫のこの阿波の桟橋とかあとは潮川の現場に自分自身もあの足を運んだことがあってまああの本当に無理のない範囲でその警備されてる方も運転手の人もあの市民の人たちも、まあ、お互い譲り合いながらただ辺野古の基地建設のための,の土砂の搬出っていうのを少しでも遅らせるっていうところで。 あの続けられてる工事コードだと思うんですよね。で、急に飛び出すところは全くないし、あのまあ、無,無理のない範囲でまあゆっくり渡って、えー、渡り切ったら、まあ,あの通常であればその誘導係の人が出して、まあ、トラックが出て一台ずつ出ていくっていう風な光景。 だと思うんですけども、まあ、それが今回はあの、ね、誘導なのかあるいはその運転手の方の,あの過失なのかっていうところで本当に、えー、どういうふうな、えーまあ、結論があの警察側だとかあるいはそうって検証された方たちの中で、えー、出るんだろうなっていうところを、まあ、注視しているという感じですかね。うん、でやっぱりまあこう本当に な会議の攻めで出してますけども結局やっぱりこの辺野古の基地建設が止まらないと、あの日本政府が断念しないっていうことにやはり問題がありますし、えー、それを、まあ運動をもちろん続けていかれるしあ、味を運ぶ方っていうのはいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそれを止められるのは、あの、まあ東京だとか大阪だとかに住んでる、やっぱりそういった有権者の方々ですので、あの、うん、運動を続ける っていうことももちろん大事ですけれども、やっぱそれをどうやってこの基地建設を断念させるかっていうところこそ考えるべきあの今日見てる人たちに考えてほしいことだなというふうに思いますね。うんうん、あの北上さんえっと一緒に現場検証に行った時にあの私が<っ>そのここに着いた時にですね警備員の方が あのどこかで喋ってたんですよ無線みたいなとんで喋ってて、そしたらその後あの水撒き始めてたんですよで、あの時なんかチョークの跡がどこにあるのかって私たち確認してからその写真とかもきちんと撮ろうとしたの覚えてらっしゃいますよね。あのこれって、うん、その私たちがこれから現場検証するから何かそのいろんな痕跡が残ってるとあんまり良くないからわざと水撒いたんじゃないかなとちょっと。 今となって思っている部分がありまして、<laughs> 本当にその話した後に水まき始めてたんですよ。そう、そうですね。はい。その時になんで水まいてるんですかって聞けばよかった。本当に今となって思ってるんですけど。やっぱりその、まあ、彼らとしては、というか、まあ、国としては、この痛ましい事故っていうのを。もう本当に帰化として、もうあの。運動を止めてやろうっていう、本当一心なんじゃないかなと思うんです。だから、もう本当にそれにどう、もう頑張って対抗していくかっていうのを。 われわれ一丸となってやっていかないと本当に今の8月からの本格化のこともありますし本当危険な状況にあるんじゃないかなってすごい私もすごい危惧しているので、うん、あいえ今おっしゃったねあの6月の,あの7月の6日我々が現場調査に行った時にあの警備員が水を撒き出したとありましたけども今おっしゃった通りでねあの道路に水を巻くというのはダンプが通行してで砂ぼくりがたまる。 で、それを防、あの、巻き上がるのを防ぐために、時々散水車とか、水を巻くことあるんですね。ところが、6月28日の事故以来、あそこはもう全く閉鎖されて、車両を通ってないんですから、水を巻く必要なんて全くない。それこそ私たちが調査をするのを、今おっしゃったようにね、その妨害する。警察の現場検証の直ョクの後を、あの、わからないようにする。まあ、それは確かにあったかもしれませんね。そういうところまでして、もう、 あの我々の活動を止めようとしているのかなというのがすごく危機感を持って受け止めてはいるので,であのこ,れこの番組見てくださっている方っていうのは沖縄県外の方たたちもすすごくたくさんんいらっしゃるんですねなのであの、まあ、一部の誤った、まあ、SNS の情報とかを見てやはりその運動が悪いと運動している人たちが悪いそういうふうにあの思っている方がまあ その見てる方はそうではないかもしれないですけど見てる方の周りにはたくさんいらっしゃるんじゃないかなとやっぱり思うので今日のお話っていうのは本当すごく大事なことで実際何があったのかって正しい情報を持ってあの、まあ、考えていただきたいなと私も思っているんですが北上田さんとしてこの番組見ていらっしゃる方にあの伝えたいことはありますでしょうか、うん、あの今おっしゃったようにねあの今回のこの事故を契機に要するに反対運動の責任だ。 反対運動によって警備員さんが亡くなって殺されてしまったんだというようなキャンペーンが今始まってきてね。で、そういう意味では辺野古の反対運動が非常に厳しい状況にある。だから、なんとかして私たちも、いや、真実はこうなんだと。事故はどういう経過で起こって、その原因はないんだ。本当の原因は、辺野古の工事をす急がせるために、ダンプの回転を早めるようにした。 防衛局業者にあるんだということを説明をあの、まあ、できるだけしたいとは思っているところです。で、一点だけちょっと追加の話で、あの先日7月の11日に、あの東京で防衛省交渉をやったんですね。これは、あの大執行の後始まった工事の問題点について追及するあの防衛省交渉だったんですけども、 6月28日の事故を受けて、急遽追加質問、緊急質問という形で、この事故についての質問もして、したんですね。まあ、防衛省の方の、まあ、文書回答は、まあ、まあ、予想された通り、今、防衛局で検証中だから、今の時点ではお答えできないというのが多かったんですけども、驚いたことに、あの、私たちが質問をしている途中でね、で、それは、 亡くなった警備員さん、それから今回負傷した市民の方にね、いわゆるその交通事故だったら被害を受けた方のところに、あの、お見舞いに行ったり、お詫びに行ったりするのはまず最初あの、あると思うんですけども、ね、そういうことをしたのかと聞いたら、まあ、黙り込んで、で、それまで答弁をしていた防衛省の担当者が突然、おやを始めてね、1分以上、彼、 泣いてたんですで。私も、あの、もう何回も何回も、高谷辺野古の問題等々で防衛省交渉を繰り返してますけども、防衛省の担当者が交渉の中で泣き出したのたいなのは初めてでね。で、そういう意味では、あの、おそらくその彼も、個人的には今回のそういった首相離婚の痛ましい事件を受けてね、非常にこう傷ついた面があるんじゃないかというふうに思ってるんですけども、 まああのだから防衛省の内部でもそういったあふうにこの事件を捉えてくれている職職員がこれかもしれませんね。まあ、ともかくそれは驚きました。個人としてやはりそういうふうに考えていらっしゃる方もまあいらっしゃるのはそうだと思うんですね。だからもう本当にそういうお話を聞くと何が悪いのかどうしてこうなったのかっていうのがはい、はい、すごくあの。 うん、難しいというか、かもう悲しい気持ちになりますね、誰が悪いからこうなっているのか、ね、何が悪くてこうなっているのか、本当に誰,を誰も責められないんじゃないかとも思いますし、本当になんというか、やりきれない気持ちになりますね。<っ>ありがとうございますああ危惧されるのは、はい、先ほどから言ってるように、要するし抗議する市民が飛び出したことによって、警備員が巻き込まれて亡くなったという、そういったキャンペーンが続いてるんでね。 被害者が加害者に今されようとしている。で、最悪の場合は、その市民の怪我をした市民の方に対してね、向こうの方がなんか法的な措置を取ってくるとか、そういったこともまあ危惧されるんですけども、もうそういう意味では、あの、この問題、これから非常に、あの、いろいろ難しい問題がどん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 重なって出てくる。 非常に厳しい案件じゃないかというふうに思っているところです。ありがとうございます。なので、もう我々としてもあの今お話しいただいたこの情報っていうのを正しく伝えて、まあ真実は何なのかっていうところをあの多くの方に知ってもらえるように頑張っていきたいと思います。北枝さん本当に今日はありがとうございました。はい、どうもはい。あの急いで喋ったので分かりにくい点があったかもしれませんけれども、はい。またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 ありがとうございました。どうもありがとう。はい、とうそれでは次はこうさんの内証本コーナーに入りたいと思います。高さん、はい、お願いします。はい、えー、っと今回はちょっとあのエンタメ風で、えー、こういう本です。義、え、人、ー、の拳剣。要するに空手の話なんですよね。でこの義人という人は。えー 船越義真さんという、えーまあ、沖縄の空手を、えー、本土にもものすごく広めた方として有名な人らしいんです僕は <laughs> ほとんど知らなかったんですがこの本によって知ったんですけどもでこの、えー、船越義真さんっていう人は、えー、まあ明治生まれの人であの要するにものすごく体が弱くてねでいじめられっ子だったらしいんですよ。うん でまあ、体を強くしようっていうんで、まあ、その空手を習い始めるんですけどそこからこうぐんぐんねあの、まあ、丈夫になってであのこの、えー、空手の師っていうのは浅戸あんこうさんっていう方と糸藤安んさんっていうね、えー、2人の,あのすごい、えー、沖縄空手の名人に え教わってだんだんその沖縄空手の神髄をこう極めていくんですけれどもこの人は実はその沖縄の空手なんですけれどもなんていうんだろう戦うために空手をやってはいいけないとでこれはその精神を豊かにするそれから体を丈夫にするそして,あのなんての人との交わりの中でえ自分の,あのなんていうか精神を高めていくと。 そののためにやるるが空手であるというねそういうその沖縄空手で沖縄空手って言いますけど最初はねこの「あこの船越さん」っていうのは実はこういう字を書くんですね。ところが本土へ渡って空手をその本土に広めようとする時に名前を、まあ、あの同じ読み方ですけど名前を「船越」っていう書いてあるんですね。 空手なんですけど、沖縄では、あの、こういうふうに書いたと。つまり、唐の手、ええー、トゥーデいうんですか。発音、僕はよくわかりませんけど、トゥーディーいうんですかね。それを、その、本土広めるために、空手っていうふうに変えたという。もうあの日本に空手を広めた、もう、第一人者って言われて、えー、もいい人だと思うんですけれども。この人が、そういうふうにして、えー、空手を一生懸命。 本に広めようとするんだけど、その一応自分の息子にね、えー、まあ後を継がせようと思って教え込むんですけど、この息子さんっていうのは、えー、義号義と生から号ですね、謙、えー、豪の号という義号っていうのがあの息子なんだけど、その人が結局この人あの親父と違う道を歩み出すんですよ。なぜかというとお父さんはこの義真さんは沖縄の文化としての 空手ところが息子の方は空手を体を鍛えて体育会系のスポーツにしたいつまり戦うこととを主眼とするだから戦ってはいけないっていう親父と戦うことをあの、えー、主眼にする息子っていう,こう対立が起こったりするだけどその中で、まあ、息子死んじゃうんですよね肺の病気で。うん というような、こう、話があって、えー、ものすごく面白いです。今の説明で、えー、空手の <laughs> 神髄、わかりましたかね。空手の神髄は、<laughs> でも、読み、すごい読みたくなりました <laughs>、うん。あの、本当にね、そういう意味では、なんで、この人、あの。沖縄の空手の神髄と、それから、日本に伝わった空手の、あ、う、の、ん。うん、漢字と、多少ずれていくっていうのはね。うんうん 非常によくわかかる本でで、うん、とても面白かったですそれであのこれを書いた紺野瓶さんっていうね、はい、小説家なんですけど実はこの人が空手の本当になんていうの,あのこの解説では、えー、小説家が空手をやってるんじゃなくて空手家が小説を書いてるんだっていうふうに <laughs> 解説で言われるぐらい本当に空手の名人らしいんですよ紺<ー>野さんっていうね。 だからそういう意味でも空手の内容が非常に詳しく書かれてるんですうん、うん、だからこれ読んであの僕はもう土地だからできませんけど空手やってみたいなって思う人がたくさん出てくるんじゃないかなというふうに思いましたぜひ <laughs> <か><非>一つ一つの動作が生き生きと書かれてそうなんですよ実際やってらっしゃるから、ね、僕はあんまりよくわかりませんけどこう動き方がね、うん で「腰を下げて」とかね「うん、腰を下げないでこや」とかねいろいろ書いてあって非常に僕は面白かったです。読んでみます、ね、はいぜひ。いつもと方向性のちょっと違う面白み本です。で,すでこれであの、えー、これは「修営者文庫」ですね。はい、でこの一連のねこの空手の,あの小説この方はたくさん書いてますんでもちろんこれだけじゃなくて他のその文庫も 出てますからぜひ読んでいいたただきたいなといいううふうに思います本当はこの人はあの何ていうの、えー、警察もの,のおミステリーを,へーを書くのがまあ専門という言い方はおかしいけどそれが一番この人やってることなんで<ー>これは本当はあのカルテの名人であるということを聞いてあそうかびっくりしますということですよろしくお願いしますあそれと,あと最後にちょっとね付け加えと聞きますが この前先月やった時は沖縄文学を1週間金曜日っていうのをやったんですけど、はい、今回は今回はって、えー、これは7月5日号ですけど今回は沖縄の音楽の特集やってまして<ー>これがねなかなか面白いんですよもう本当にあにいっぱいそれでえっ、ー、と。沖縄小吉からの、ね、うん。 全部それが持ってるんですね。なんとあのこういうこんだけ紹介してあって、これはなかなか面白い。何しろそのモンパチからブームから南サオリまで、南サオリ知ってます？うん、名前だけはわかりますね。とそれからもちろんあの誰だっけ？アムロナミアムロアムラも出てきますし、フィンガーファイブも出てきますね。 HY とかね。他にね、あの、大工哲宏とか、それから、まあ、あれだな、キナショウキチ、それから、まあ、とにかく、僕の知らないのもたくさんあるんですけど。HY やダパンプとか、うん、何でもあれも出てくるそうですよ。えっと、なんだっけな。エイ a チですね。あエイ a チまで、最新版。非常に面白く僕は読みました。 ここに出てるやつを一二枚買って、ねええ、あの楽しんでいただきたいなと思います。今度沖縄縛りでカラオケ大会もしましょう。し <laughs> <laughs> 楽しそう。ジュークのはずなら歌えます。<laughs> <laughs> 最後なんか楽しい話題で終われてよかったなと思います。本当 <laughs>、うん、今日はねたくさんもう、うん、重い話題が、ね、多くて、うん、は二、い、つに絞ってあのお伝えしました。はいそれでは今月の ウリズン通信、いかがでしたでしょうか、今後とも沖縄の今を伝えるウリズン通信、頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。あありりががととうううごござざいいまましした。た。ども